構エアーだとボトルに落ちる前ですね。落ちる前に必ず食っちゃいますね。思ったよりアマゴが釣れない。おー、これ効くな。エアーだとほぼフォールですね。ボトムまで行く前に必ず誰かが食っちゃう感じですね。ここだと30秒くらいかかります、ボトム落ちるまで。で、ま、ロッドがエアーなんで。取り込みにくいです。